今回がね、新シリーズですよ。ハレルヤさんでね、購入したマジック・ザ・ギャザリングのまとめ売りセット。まあ、前回までね、前回まで、ハレルヤさんシリーズっていう勝手につけてるんですけど、ホイールカード800枚か、詰め合わせセット、3300件の分を開けてったわけなんですけど、今回はね、レアホイールカード20枚セットを4つと、プロモカード10枚セットを2つ買ったんですよね。ですが、今回、一気にね、開けたりなんかはしませんよ。はい。ケチ臭いんでね、一パックずつね。ケチ臭い。楽しみにしたいんでね。一パックずつ開けていこうと思います。まあ、週1ぐらい動画上げていくとして、これで1ヶ月持つからね。はい。で、発注したのは9月ですね。9月に入ってから発注しておりますね。こちらがレアホイールカードが20枚入ってて、500円か。なんで1枚25円。まあ、この間まで開けてた。あれ、これよく詰めたね。ピチピチじゃん。破るしかないか。800枚セットが3300円だったんで、結構。あ、これ緩衝材かと思ったら違うんだ。これも含めてなんだ。これから行こう。はい。シムルガルの暗殺者。まあ、もちろん持ってないんだね。はい。冷酷な軍属。強力者の宝物庫、すごいね、ドラゴンの首みたいなね。死者を冒涜するもの。あざける写しみ。おー、かっこいいね。一騎打ち。あ、ちょっと古いの来たね。競争排除。で、領事府による公金って読む。あ、結構古いの来たね。いいね。ザルターの古き物。あ、そうだ。800枚の詰め合わせの方が結構傷が多かったんですけど、今回そんなことないね。はい、破滅の道。あ、結構古いのも入ってて、いい感じだね。なんか800枚の分だけ、新しめのやつばっかだったからね。ウギンの洞察力。あ、これウギンの後頭部？なるほど。で、ジョリーエン。伝説のクリーチャー、マーフォーク・ウィザード。はあ、女性かな？わかんない。深淵な旅。錯覚の利得。おお、あ、っていうか結構古いのばっかだね。祝福された転生。太陽運びの接触。え、このエキスパンションマークって何のだっけ？知らないけど、これが多い。はい。集団的努力。街の鍵。霊気烈風の古き者。以上。ちょっと傷があるかな。はい。っていう感じでした。え、これ。どうなんだろう、わかんない。値段的にどうなんだろう、後で調べとこうかな。はい。っていう感じでした。え、うん。こんな感じの動画ですね。なんとも言えないっすけど。まあどうなんだろう、結構いいのかな、もしかすると。わかんない。まあでもイラストね、綺麗なカードで、こんな光ってるのって素敵だね、やっぱ。はい。っていう感じでした。後でね、値段調べてみようかな。多分安価安い、非常に安いものだとは思うんですけどね。はい、っていう感じでした。まだまだねパックあるんで、こっちが3パックとこっちが2パックプロモカードね、2パックあるんで、どんどんね開けていこうと思うんで、もしよかったらねまた見てやってください。はい、では以上です。ありがとうございました。バイバイ。